各位听众大家好，欢迎大家到关西大学 Chinese Station 来做客。今日も楽しく中国語を勉強していきましょう。加油。今回は旅行に関する表現。まずはスキットを見てみましょう。去北京旅游什么季节最好？秋天最好，不冷也不热。去万里长城方便吗？现在非常方便。次に単語を確認してみましょう。北京、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 北京。季节、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 季節、季節、万里长城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 、万里の頂上、万里长城、非常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 に、非常。全体の流れを確認してみましょう。去北京旅游什么季节最好？秋天最好，不冷也不热。去万里长城方便吗？现在非常方便。会話の間に3秒程度のポーズが入ります。まずはじっくり中国語の字幕を見て聞いてみましょう。去北京旅游什么季节最好？秋天最好，不冷也不热。去万里长城方便吗？现在非常方便。もう一度中国語の字幕で見てみましょう。今回はポーズはありません。去北京旅游什么季节最好？秋天最好，不冷也不热。去万里长城方便吗？现在非常方便。日本語の字幕で見てみましょう。去北京旅游什么季节最好？秋天最好，不冷也不热。去万里长城方便吗？现在非常方便。今回のキーセンテンスは、去万里长城方便吗？万里の頂上に行くのは便利ですか？キーセンテンスを読みます。続けて発音してみましょう。去万里长城方便吗？繰り返します。次は字幕はありません。しっかり聞いて発音してみましょう。去万里长城方便吗？映像に合わせて発音してみましょう。现在非常方便。もう一度繰り返します。现在非常方便。最後にもう一度映像を見てみましょう。去北京旅游什么季节最好？秋天最好，不冷也不热。去万里长城方便吗？现在非常方便。去北京旅游什么季节最好？秋天最好，不冷也不热。今回の中国語会話いかがでしたか？现在たくさんの中国語を聞いて、多くの表現を身につけましょう。好，那我们今天就到这儿吧，下次节目再见。